女子テニスのトーレパンパシフィックオープン第3日は23日、東京有明テニスの森公園で行われ、シングルス2回戦で22日にツアー初勝利を挙げた19歳の石井さやか。ユニバレオ、ガゼーネプソンメズ、トルコ24 66、2466の26対3で逆転勝ちし、準々決勝に進んだ。ダブルス1回戦で青山修子、近藤乳業、穂積ミエ日本住宅ローン。 グミはメキシコ選手とロシア出身選手のペアに競り勝ち、準々決勝進出。本玉舞、内島もゆか組、安藤昇健は敗退した。日々の名を、ブラス、加藤ミー、ザイマックス。グミの試合は幸運のため第2セット途中で中断され、24日に再開されることになった。